おはようございます。表彰状お願いします。表彰状。今日の朝ごはんはですね、昨日の鍋の残りで、昨日の残りの寄せ鍋のスープで結構あるな、これ結構ある。これで味噌煮込みうどんを作りたいと思います。味噌煮込みうどん、どう？ちょっと作ってみたいと思います。これ全部使えるかな。ふくちゃんもあくびした。これ全部いける？全部いっちゃうか。赤だしちゃんと買っといてあったんだ。赤だしを赤だしを買っといてあった。今のあくびだよ。こんぐらいかな。初めて作る。初めて。赤味噌です。赤味噌。あったまりそう。今日も寒いね。2023年が終わろうとしているこの空気、今年が終わりそうな寒さね。寒いね。風邪気をつけてね。体調気をつけてね。年末感出てきたね。年末といったらユニクロか、ユニクロのセールか、あとなんだ、ジェラピケか、福袋か、あとなんだ、あとなんだ。表彰状ありがとう。皆さん表彰状お願いします。あと聖杯ありません。ピンチ。誰が欲しい、誰かチャレンジして欲しい。なんかもっと真っ黒いイメージなんだけど。キンちゃんと巨体関われないからね、まゆね。
もうちょっとかな。うまい赤味噌。赤味噌うまい。なんか隠し味ないの？味噌煮込みのさ。年末会えるかな。あ、私お正月和道さん家行かないです。行かないです。みりんはこの寄せ鍋に入ってるからね。日本酒と途中に砂糖を入れてみる。じゃあ野菜を切りたいと思います。じゃあもう会えないかもね。そうだね、会えないの。心配だね、体調もね。あ、なんか中が成長してる。切られちゃって、猫まちゃんそんなことそんなのないよ。金ちゃん行かないし、あのなんか犬もちょっと持って行けなそうな感じなんだよね。なんかみんながダメって言うからさ、まあ金ちゃんも行かないし、じゃあいっかなって。あの年越しは配信で過ごして、お正月はたくまと過ごそうかな。そんで、ほうれん草、油揚げ買ったよね。美味しそう。はや。もう美味しそうじゃない？ここママのさ、うどん食べたいな。
元気かな。ママのあの昆布だしの魚介うどんが美味しかった。これで10分煮込もうかな。弱火にして10分煮込む。汚っ。どう？食べたい？もちろん最後に卵入れて。もちろん楽しみ。おいしそう。どんどん処分していかないと、このどんどん処分していかないとな。大変だ。冷凍庫も交換だし。買いだめ、もういつも買いだめしてるからさ。ありがとう。なんと今のところ スタートダッシュはいい感じなんだけど、聖杯がないんだよね。聖杯昨日3個使ったんだけど、全部こじったらもらえた。こじったら、あの全部もね、タバクからもらった聖杯4個も。ありがたいこと。鍋の締めのラーメン食べなかったからすぐ起きちゃった。やっぱね、ちゃんと食べないと。いかに炭水化物が大事か。ちゃめちゃこれ本当いかに大事なのか。ルーちゃんありがとう。まーちゃんもありがとう。炭水化物早く起きてすっきり起きれなくね。そうそうなんだよ。よく起こるよ、朝から晩まで。だからちょっと食べたら寝れるかなって思って、食べたら寝れるかなって思ってちょっと作ってんの今。前が配信つけるたびにで、あと何分？あと何分だ？あと5分かな？あと5分かな？あと6分か。あ、最悪紙タバコが
と食べないとね。お腹いっぱいにすればいいってわけじゃないね。ありがとう。でも昨日、55キロジャストかな行ったんだけど、今日朝起きたら何キロだったでしょうか。昨日55キロ。52.4キロ。 52.4 キロってことは 1.5 キロも1日で変動してる。1.5キロ、すごくない？そうだね、野菜ってほとんど水分だもんね。いや、便は出た。あ、便出た。まだかな。まだかな。今乗ってみていいよ。吹いてきた、吹いてきた。本当だよ。朝夜食って必ず減る。そんなことないよ、毎度は。グラム増えていくと 52.6 ね。 1.5 キロ痩せてるわ。いやでもね、昨日マルニー食べたから炭水化物は取ってんだけど足りなかったっぽい。摂取量が足りなかったっぽい。じゃあもういいかな。吹いてるところこ頃合いだし、吹け。来た。どう？まあそうだね。ちょっと待って、卵を割るから。これでもう一回蓋するか。これでもこれでいいのかな。温めなくていいのかな。どう思う？これで完成なのかな。半熟にもすれば出ますか。早く食べたい。柿の
牡蠣とタラの寄せ鍋の締めの味噌煮込み初めて作った。食べ終わったら寝るね。あ、もういいかな。じゃあちょっと完成です。完成です。じゃあちょっと動画撮るわ。いや、寝たんだけど炭水化物を昨日そんな取ってなかったから早く起きちゃったんだよね。眠りが浅かった。じゃあこれツイッターに載せる。声変かな。これ。声がちょっとしゃがれてる。うるさい。テイク3。フック、お前ら、フック、うわー、うまそう。完璧じゃないか、これ。できた、できた。完成です、味噌煮込みうどん。食べたいと思います。美味しそうにできた。いただきます。熱そう。ちゃんとちゃんと染みてますね、味噌が。じゃあいただきます。おいしい。うまい。めちゃくちゃうまい。
ス買ったんだよね、この時のために。この時のために買ったピンタス、どこ行った？この時の、あ、どっか行っちゃった天かす。買ったんだけど、あった、うどんってダイエットなの？ダイエットじゃないんじゃない？ うどんだ、小麦ってダメだもんね、一番ね。ね、どうしたの？なんでそんな草生えてんの？ゼロワンとの YouTube 見たけど、何が98はどうしたの？どうしたんだよ、朝から。朝からね、まだ寝てないのかな？今から寝る感じ？寝ろ、ゆっくりしろや。眉が生えてるって必死なの。なるほどね。最近言われなくなったんだけどな、立派に太っているからさ。あ、なるほどね。あっこい、ティッシュどこだ？ティッシュ。もうどっちでもいいよ。マジで味噌煮込みうどんの、あの寄せ鍋の締めで作る味噌煮込みが美味しい。ふくちゃんガムあげた。昨日夜中の4時ぐらいに起きて、あ、レッドガラフワッチちゃんありがとう、エミちゃんありがとう、うん、何回も起きてる、うん、私きしめも好き。みんなら何でも好き。
うどんの生麺初めて買ったかな。安かったから別に悪くないね。お腹減った時はミルクヨーグルトがいい。これ足りないかもしれないな。温まるね。じゃ寒いもんね。みんな朝ごはん食べないの？だってもう9時、あ、ん？もう10時か。どうしよう。今日地雷になる予定なんだけど。そうだね、もうブランチ感。なんか寒さがさ、朝みたいな感じだから昼間なんだね、これで。うん、味噌煮込みうどん作ったんだけど、おいしい。本当だね、このカス、天カス、美味しいね。天カスうまいわ。時代して、いや今日はカラオケかな。23日にまゆサンタしますから、よかったら来てください。プレゼント持って行きますから。うん、どうだろう、来てくれんのかな。ナナちゃんは25日やるらしいよ。レイ君と同棲してるんだね、ナナちゃん。レイ君と1ヶ月同棲するらしいよ。もうそれあれだよね、もうきっともう済みなんだろうな。まだでもこれからなんじゃない。これから
いや、奈々ちゃんマジで謎い。だってさ、うちに来た時、奈々ちゃんうちに来たことあるんだけどさ、その時こよくんが好きって言ってたの。こよくんの話するとさ、メス顔になるんだけど、あ、本当にこよくんのこと好きなんだなって思ったらさ、切り替え早くない？そんな女心ってさ、そんな切り替わるの？何考えてんだろうね。うん、気分だ。上が見えるの？裏で DV だね。裏で優香にゃんに DV だならだらな。優香にゃんってカーボンの優香にゃんとできてたってこと？こよくんモテモテだね。こよくんモテモテじゃん。確率意識。いや、私ちょっとなんかこうジョリーズを回してるから、奈々ちゃんがね、ゆめきくんとこよくんと、まあ、れいくんと回してるから、次たくまなんじゃないかな。次たくまくん来るんじゃないかな。そう思わない？くんの予感。ローテーションね。いや、そんなことないよ。たくまね、モテるからね。たんだっけな。ポルポンね。あれ。これで終わり。煮込まないと茶色くならないのか。これ食べたらちょっと寝れるんじゃないかな。熱くれ。汁さすがに飲み干せない。うどんが吸ってくれ。いや、寝たんだけど浅かった、眠りが。だから今食べてんの。うん。マユポン痩せてるから太ったわ。
確かにマユポンっていうあたりおっさんそう。マユポン。マユポンか。皆さん表彰状お願いします。表彰状マイポンかわいい。どんぐらい煮込んだらいいんだ。茶色になってほしい、さっきみたいに。まいちゃんおはよう。おはよう。もう最悪だ最悪だ。なんで今日そんな寝れなかったんだ。なんでだろう。もううるさいな、うるさいな。歯磨きの毛だ、歯磨きの毛だ。ありがとうね表彰状。どうしよう、私今からで寝て何時に起きるんだろう。今日20度いくみたいだよ。絶対嘘。昼間だけどめちゃくちゃ寒いんだけど、めちゃくちゃ寒い。今一桁でしょ。ナミダヒアルどのくらい持ちますか。違かったらごめんなさい。ね、ナミダヒアルじゃないけど、ナミダヒアル入れたことあるけど、私は一生持っちゃってさ、4年ぐらい持っちゃってさ、なんか除去したよ、ヒアルロン酸分解して。だからその人によるよね。すぐなくなる人もいれば、私みたいにもうずっとある人もいる。目ってこう動かないじゃん。口がすぐなくなるんだよね。一番動くからかえって流れちゃう。ヒアルロン酸が20度いくんだ。寝ますね。お昼寝日和だね。じゃね、お昼寝日和。昨日風すごい強かったね。服が飛ばされちゃったよ。まえちゃん服が飛ばされちゃった。外に畳んで置いてあった、洋服がね。洋服っていうか、シーツがね。ありがとうございます。あ、みーちゃんありがとう。服たくまにそっくり。 ありがとうね、みーちゃん。メダルもゾウもブタちゃんもありがとう。ブタちゃんナイチューン、ゾウさんナイチューン、ありがとうございます。ありがとうございます。似てる、あ、似てるってよく言われる。倍出ない。そうね、出てないね。昨日ねめっちゃ出たんだよ。昨日20倍はまず20回は出たかな。聖杯使ってさ。あ、そうだ、匿名さんから明太子いただきました。